カモメ、太宰治作。カモメというのは、あいつは推しの鳥なんでってね、と言うと、大抵の人は、おや、そうですか？まあそうかもしれませんね、と平気で趣向するので、かえってこっちが狼狽して、いやまあ、なんだかそんな気がするじゃないか、と自身のデタラメを白状しなければならなくなる。推しは悲しいものである。私は時々自身に推しのカモメを感じることがある。いい年をして、それでも寂しさに昼ごろふらと外へ出て、さて何のあてもなし、道の石塊を一つ蹴って、コロコロ転がし、また歩いて行って、そいつをそっと蹴ってコロコロ転がし、ふと気がつくと、二三丁一つの石塊を蹴っては追って、追いついてはまた蹴って転がし、両手を帯の間に挟んで白痴のごとく歩いているのだ。私はやはり病人なのであろうか。私は間違っているのであろうか。私は小説というものを思い違いしているのかもしれない。よいしょ。と小さい声で言ってみて、道の真ん中の水たまりを飛び越す。水たまりには秋の青空が映って、白い雲が緩やかに流れている。水たまり、綺麗だな、と思う。ほっと重荷が降りて笑いたくなり、この小さい水たまりのあるうちは、私の芸術もよりどころがある。この水たまりを忘れずに置こう。私は醜態の男である。何の指針をも持っていない様子である。私は波の動くがままに、右に揺らり、左に揺らり、無力に漂う。あの群衆の中の一人に過ぎないのではなかろうか。そうして私は今、なんだか恐ろしい速度の列車に乗せられているようだ。この列車はどこに行くのか、私は知らない。まだ教えられていないのだ。汽車は走る。ゴーゴーの音を立てて走る。今は山中、今は浜、今は鉄橋、渡るぞと思う間もなくトンネルの闇を通って広野原。どんどん過ぎて、ああ過ぎてゆく。私は呆然と窓の外の飛んで飛び去る風景を送迎している。指で窓ガラスに人の横顔を落書きして、やがて吹き消す。日が暮れて、車室の暗い豆電灯がポッと灯る。私は配給の貧しい弁当を開いて、ボソボソ食べる。佃煮わびしく、それでも一粒も余すところなく食べて、九銭のバットを吸う。夜が更けて寝なければならぬ。私は寝る。枕の下に凄まじい車輪シックの共感。けれども私は眠らなければならぬ。目をつぶる。今は山中、今は浜。道女が哀れな声で、それを歌っているのが、車輪の怒号の奥底から聞こえてくるのである。祖国を愛する情熱、それを持っていない人があろうか。けれども私には言えないのだ。それを大きい声で、臆面もなく語る、という技ができぬのだ。出征の兵隊さんを人混みの影からこっそり覗いて、ただめそめそ泣いていたこともある。私は兵種である。劣等の体格を持って生まれた。鉄棒にぶら下がっても、そのままただブランと下がっているだけで、何の曲芸も動作もできない。ラジオ体操さえ、私には満足にできないのである。劣等なのは体格だけではない。精神が薄弱である。
ダメなのである。私には人を指導する力がない。誰にも負けぬくらいに祖国をこっそり愛しているらしいのだが、私には何も言えない。なんだか喉まで出かかっている本当の愛の宣伝が私にもあるような気がするのであるが、言えない。知っていながら言わないのではない。喉まで出かかっているような気がするのだが、何としても出てこない。それは本当にいい言葉のような気もするのであるが、そうして私も今その言葉をはっきりつかみたいのであるが、焦るとなおさらその言葉がするりするりと逃げ回る。私は赤面して無能者のごとくぼんやり立ったままである。一辺の愛国の詩も書けぬ、何にも書けぬ。ある日思いを込めて吐いた言葉は何たる無様。死のう万歳。ただ死んでみせるより他に忠誠の方法を知らぬ私は、やはり田舎臭いバカである。私は賠償無力の市民である。貧しい慰問袋を作り、妻にそれを持たせて郵便局に行かせる。戦線から丁寧な受け取り通知が来る。私はそれを読み、顔から火の発する思いである。恥ずかしさ。文字通りに恐縮である。私には何もできぬのだ。私には何一つ毅然たる言葉がないのだ。祖国愛の臆面もなき宣言がなぜだか私にはできぬのだ。こっそり戦線の友人たちに卑屈な手紙を書いているだけなのである。私は今何もかも正直に言ってしまおうと思っている。私の慰問の手紙は実に下手くそなのである。嘘ばかり書いている。自分ながら呆れるほど歯の浮くようないやらしいお世辞なども書くのである。どうしてだろう。なぜ私はこんなに先生の人に対して卑屈になるのだろう。私だって命を込めていい芸術を残そうと努めているはずではなかったか。そのたった一つのささやかな誇りをさえ私は捨てようとしている。先生からも小説の原稿が送られてくる。雑誌社へ紹介せよというのである。その原稿は要線に米粒くらいの小さい字でくしゃくしゃに書かれてあるもので、ずいぶん長いものもあれば、要線2枚くらいの短編もある。私はそれを真剣に読む。よくないのである。その紙に書かれてある戦地風景は、私が牢獄の机に頬杖ついて空想する風景を一歩も出ていない。新しい感動の発見がその原稿のどこにもない。感激を覚えたとは書いてあるが、その感激はありきたりの悪い文学に教え込まれ、こんなところでこんな具合に感激すればいかにも小説らしくなる。まとまるといい加減に心得て、浅はかに感激している性質のものばかりである。私は兵隊さんの泥と汗と血のロークをただ思うだけでも肉体的に十分にそれを感受できるし、こちらが何も物が言えなくなるほど崇敬している。崇敬という言葉さえ白々しいのである。言えなくなるのだ。何も言葉がなくなるのだ。私はただしゃがんで指で持って砂の上に文字を書いては消し、書いては消し、してばかりなのだ。何も言えない、何も書けない。けれども、芸術においては違うのだ。歯がボロボロに欠け、背中は曲がり、喘息に苦しみながらも、小暗い路地で一生懸命バイオリンを奏している。かの見る影もない牢屋の辻音楽師を、
諸君は笑うことができるであろうか。私は自身をそれに近いと思っている。社会的にはもう最初から私は敗残しているのである。けれども芸術、それを言うのもまた実に照れくさくてかなわぬのだが、私は苔の一年でそいつを救命しようと思う。男子一生の業として足りると私は思っている。辻音楽史には辻音楽史の王国があるのだ。私は兵隊さんの書いたいくつかの小説を読んでいけないと思った。その原稿に対しての私の期待が大きすぎるのかもしれないが、私は戦線に私たち兵士の者にはそれこそ逆立ちしたって思いつかない全然新しい感動と思索があるのではないかと思っているのだ。抱擁とした大きなもの、神を目の前に見るほどの永遠の旋律と感動、私はそれを知らせてもらいたいのだ。大げさな身振りでなくてもよい。身振りは小さいほどよい。花一輪に託して、自己の偽ららぬ感激と祈りとを述べるがよい。きっとあるのだ。全然新しいものがそこにあるのだ。私は誇りを持って言うが、それは私の芸術家としての小さな勘でもって分かっているのだ。でも私にはそれを具体的に言えない。私は戦線を知らないのだから、自己の経験もせぬ生活感情を当てずっぽうでまことしやかに書くほど、それほど私は不遜な人間ではない。いやいや、才能がないのかもしれぬ。自身手探って得たところのものでなければ絶対に書けない。確信のある小さい世界だけを私は踏み固めていくより仕方がない。私は自身の文を知っている。戦線のことは戦線の人に全部を依頼するより他はないのだ。私は兵隊さんの小説を読む。悔しいことには良くないのだ。ご自分の見たところのものを語らず、ご自分のかつて読んだ悪文学から教えられた言葉でもって戦争を物語っている。戦争を知らぬ人が戦争を語り、そうしてそれが内地で馬鹿な喝采を受けているので、戦争をちゃんと知っている兵隊さんたちまでそのスタイルの模倣をしている。戦争を知らぬ人は戦争を書くな。いらないおせっかいはやめろ。かえって邪魔になるだけではないか。私は兵隊さんの小説を読んで、内地の戦争を望遠鏡で見ただけで戦争を書いている人たちに我慢ならぬ憎悪を感じた。君たちのいい気な文学が無垢な兵隊さんたちのものを見る目を破壊させた。これは内地の文学者たちだけに言える言葉であって、戦地の兵隊さんには何も言えない。くたくたに疲れて召喚を得た時、ろうそくの明かりのもとで懸命に書いたのだろう。それを思えば、芸術がどうのこうのと自分の美学を展開するどころではない。原稿に添えてあるお手紙には、明日知れぬ命ゆえどうかよろしく頼みますと書いてあるのだ。私はその小説を、失礼だが、私にはその資格がないのだが、少し細工する。そうして妻に言いつけて、そのくしゃくしゃの稜線の文字を400字詰めの原稿用紙に書き写させる。30何枚というのが一番長かった。私はそれを方々の職業雑誌に頼むのである。割に素直に書かれてあると思いますから、いい作品だと思いますから、どうかよろしくお願いします。私みたいな不徳の者が兵隊さんの原稿を持ち込みするということに
唐突な思いをなされるかもしれませんが、けれども人間の心情はまた、おのずから別のもので、私だって。と書きかけて、ついつまずいてしまうのだ。何が私だってだ。嘘もいい加減にしろ。お前は今、人間のクズということになっているのだぞ。知らないのか。私はそれを知っている。嫌になるほど知らされている。それだからこそ、ついつまずいてしまうのだ。私は5年前に、半狂乱の一期間を持ったことがある。病気が治って病院を出たら、私は焼け野原に一人ポツンと立っていた。何もないのだ。文字通り、気のみ気のままである。あるものは、不義理な借財だけである。雷に家を焼かれて、売りの花、そんな個人の苦悩、賛美が胸に焦げつくほどわかるのだ。私は人間の資格をさえ剥奪されていたのである。私は今事実を誇張して書いてはいけない。十分に気をつけて書いているのであるから、読者も私を信用していいと思う。例の独りよがりの誇張法家と鼻であしらわれるのが何より嫌だ。当時私は人から全然相手にされなかった。何を言っても人は変な目つきをして私の顔をそっと盗み見て、そうして相手にしないのだ。私についての様々な伝説が、ポンチが、さかしげな警部の笑いを真似て、それからそれと語り継がれていたようであるが、私は当時は何も知らず、ただ街灯をうろうろしていた。一年、二年経つうちに、愚鈍の私にも少しずつことの真相が分かってきた。人の噂によれば、私は完全に狂人だったのである。しかも、生まれた時からの狂人だったのである。それを知って私は地雷、推しになった。人と会いたくなくなった。何も言いたくなくなった。何を人から言われても、外面ただニコニコ笑っていることにしたのである。私は優しくなってしまった。あれからもう5年経った。そうして今でもなお私は、半期違いと思われているようだ。私の名前と、そうしてその名前に絡まる伝説だけを聞き、私と一度も会ったことのない人が、何かの会で、私の顔を気味悪そうに、また不思議なものを見るような、何とも言えない失敬な視線で、ちらちら観察しているのを、私はちゃんと知っている。私が川屋に立つと、すぐその背後で、なんだ、太宰って、そんな変わったやつでもないじゃないか、と大声で言うのが、私の耳にも、ちらと入ることがあった。私はその度ごとに、変な気がする。私はもう、とうから死んでいるのに、お前たちは気がつかないのだ。魂だけがどうにか生きて。私は今人ではない。芸術家という一種奇妙な動物である。この死んだムクロを60歳まで支え持ってやって、大作家というものをお目にかけてあげようと思っている。その死骸が書いた文章の秘密を究明しようだって、それは無駄だ。その亡霊が書いた文章の真似をしようだって、それも叶わぬ。やめた方がいい。ニコニコ笑っている私を、太宰ボケたな、と囁いている友人もあるようだ。それは間違いないのだ。ボケたのだ。けれども、と言いかけて後は言わぬ。ただ、これだけは信じたまえ。私は君を裏切ることはない。エゴが喪失してしまっているのだ。それから、と言いかけてこれも言いたくなし。もう一つ言える。私を信じない奴はバカだ。さて、兵隊さんの原稿の話であるが、私は照れくさいのをこらえて、編集者にお願いする。
時たま載せてもらえることがある。その雑誌の広告が新聞に出て、その兵隊さんの名前も立派な小説家の名前と並んでいるのを見たときは、私は6年前、初めてある文芸雑誌に私の商品が発表された。その時の2倍くらい嬉しかった。ありがたいと思った。早速編集者に千万編のお礼を述べる。新聞の広告を切り抜いて先生へ送る。お役に立った。これが私にできる精一杯の奉公だ。先生からも万歳であります。という無邪気なお手紙が来る。しばらくして、その兵隊さんの留守宅の奥さんからも、もったいない言葉の手紙が来る。15方向、どうだ。これでも私は、デカダンか。これでも私は、悪徳者か。どうだ。しかし私は、それを誰にも言えぬ。考えてみると、それは、不助士のなすべき方向で、別段誇るべきほどのことでもなかった。私はやっぱり、アホみたいに、自流に疎い様子の、いわば、遊戯文学を書いている。私は文を知っている。私は、賠償の市民である。自流に対して何の号令もできないのである。さすがにそれが、時々わびしく、ふらと家を出て、石を蹴り蹴り道を歩いて、私はやはり、病気なのであろうか。私は小説というものを間違って考えているのであろうか。と、思案に暮れて、いや、そうでない、と打ち消してみても、さて、自分に自信をつける、突筆対処の想念が浮かばぬ。かっこたる言葉がないのだ。喉まで出かかっているような気がしながら、なんだかわからぬ。私は漂白の民である。波の間に間に流れて動いて、そうしていつも孤独である。よいしょ、と水たまりを飛び越してほっとする。水たまりには秋の空が映って雲が流れる。なんだか悲しくほっとする。私は家に引き返す。家へ帰ると雑誌社の人が来て待っていた。この頃時々雑誌社の人や新聞社の人が私の様子を見舞いに来る。私の家は三鷹の奥のずっと奥の畑の中にあるのであるが、ほとんど一日がかりで私の平野を探し回り、いやあ、ずいぶん遠いのですね、と汗を拭きながら尋ねてくる。私は不流行の無名作家なのだから、その都度大変恐縮する。病気はもういいのですか？必ずまずそう聞かれる。私は慣れているので、ええ、普通の人より丈夫です。どんな具合だったんですか？5年前のことです。と答えて済ましている。気違いでした。などとは答えたくない。噂では、と向こうの方から白状する。随分ひどかったように聞いていますが。酒を飲んでいるうちに治りました。それは変ですね。どうしたのでしょうね。主人も客と一緒に不思議がっている。治っていないのかもしれませんけど、まあ治ったことにしているのです。再現がないですものね。酒はたくさん飲みますか？普通の人ぐらいは飲みます。その辺の応答までは、まず上出来の部類なのであるが、あとだんだんいけなくなる。しどろもどろになるのである。どう思います？この頃の他の人の小説をどう思います？と問われて、私はひどく孫つき、完全たる言葉を私は何も持っていないのだ。そうですね。あんまり読んでいないのですが、何かいいのがありますか？読めば大抵感心するのですが、とにかく皆よく
さっさと書けるものだと不思議な気さえするのです。皮肉じゃないんです。体が丈夫なのでしょうかね。実に皆スラスラ書いています。A さんのあれ読みましたか？ A、雑誌をいただいたので読みました。あれはひどいじゃないか。そうかな。僕には面白かったですが、もっとひどい作品だってたくさんあるんじゃないですか。何も、あれをことさら非難する手はないと思うですが、どんなものでしょう。なんせ僕はよく知らんので。私の答弁は、狡猾の心からこんなに煮え切らないのではなくって、むしろ卑屈の心からこんなに不明瞭になってしまうのである。皆私より偉いような気がしているし、とにかく誰でも一生懸命精一杯で生きているのがわかっているし、私は何も言えなくなるのだ。B さんを知っていますか？ A、知っています。今度はあの人に小説を書いていただくことになっていますが。ああ、それはいいですね。B さんはとてもいい人です。ぜひ書いてもらいなさい。きっと今素晴らしいのが書けると思います。B さんには以前僕もお世話になったことがあります。お金を借りているのだ。あなたはどうです？書けますか？僕はダメです。まるっきりダメです。下手くそなんですね。恋愛も物語ながらつい演説口調になったりなんかして、一人で呆れて笑ってしまうことがあります。そんなことはないだろう。あなたはこれまで若いジェネレーションのトップを切っていたのでしょう。冗談じゃない。この頃はまるでファーストですよ。あのロー博士の書斎でのつぶやきがよくわかるようになりました。ひどく老けちゃったんですね。ナポレオンが30過ぎたらもう我が余生はなどと言ったそうですが、あれがわかっておかしくてしようがない。妖精ということをあなた自身に感じるのですか？僕はナポレオンじゃないし、そんなまさか、そんなまるで違うのですが、でもふっと妖精を感じることがありますね。僕はまさか、ファースト博士みたいに、まさか、満館の書を読んだわけではないのですが、でもあれに似た虚無をふっと感じることがあるんですね。ひどくしどろもどろになってきた。そんなことじゃしようがないじゃないですか。あなたは失礼ですけど、おいくつですか？僕は31です。それじゃ C さんより一つ若い。C さんはいつあっても元気ですよ。文学論でも何でも実にテキパキ言います。あの人の目は実にいい。そうですね。C さんは僕の高等学校の先輩ですが、いつも潤んだ情熱的な目をしていますね。あの人もこれからどんどん書きまくるでしょう。僕はあの人を好きですよ。その C さんにも、私は5年前、大変な迷惑をかけている。あなたは一体、と客も私の煮え切らなさに腹が立った様子で語調を改め、小説を書くにあたって、どんな心情を持っているのですか？例えば、ヒューマニティだとか、愛だとか、社会主義だとか、美だとか、そんなもの分断に出てから現在まで、またこれからも持ち続けていくだろうと思われるもの、何か一つでもありますか？あります。開墾です。今度は、打てば響くの会長を持って、即座に応答することができた。開墾のない文学はへのかっぱです。開墾、告白、反省、そんなものから近代文学が、いや近代精神が生まれたはずなんですね。だから。またどもってしまった。なるほど、と相手も乗り出してきて、そんな潮流が今分断になくなってしまったのですね。それじゃあなたは、カイジ、キジロなど好きでしょうね。この頃どうしてだか
いよいよ懐かしくなってきました。僕は古いのかもしれませんね。僕はちっとも自分の心を誇っていません。誇るどころか実にいやらしいものだと恥じています。宿業という言葉はどういう意味だかよく知りませんけれど、でもそれに近いものを自身に感じています。隅の子というと変に牧師さんくさくなっていけませんが、何と言ったらいいのかな。俺は悪いことをいつかやらかした。俺は汚えやつだという意識ですね。その意識をどうしても消すことができないので、僕はいつでも卑屈なんです。どうも自分でも平行なのですが、でも、言いかけてまたもやつまずいてしまった。聖書のことを言おうと思ったのだ。私はあれで救われたことがある。と言おうと思ったのだが、どうも照れくさくて言えない。命は糧に勝り、体は衣に勝るならずや。空飛ぶ鳥を見よ、まかず、からず、層に収めず、野の百合はいかにして育つかを思え。労せず、紡ぐがざるなり、されど、栄華を極めし、ソロモンだに、その装い、この花一つにも叱らざるし。今日ありて明日、炉に投げ入れられる野の草をも、神は各装いたまえば、まして何じら親、何じら、これよりもはるかに優るるものならずや、というキリストの慰めが、私に、ポーズでなく生きる力を与えてくれたことがあったのだ。けれども、今はどうにも照れくさくて言えない。信仰というものは黙ってこっそり持っているのが本当でないのか？どうも私は信仰という言葉さえ言い出しにくい。それからいろいろとまた別の話もしたが、来客は私の思想の歯切れの悪さに大変失望した様子で、そろそろ帰り支度を始めた。私は心からお気の毒に感じた。何かすっきりしたいいい言葉がないものかなと思案にくれるのだが、何もない。私はやはりぼんやり間抜け顔である。きっと私を今少し出世させてやろうと思って私の様子を見に来てくれたのに違いないと、その来客の講師がよくわかっているだけに、なおさら自身の無様がやりきれない。お客が帰って、私は机の前に呆然と座って、暮れかけている武蔵野の畑を眺めた。別段改まった考えもない。ただ、やりきれなく寂しい。汝を訴うる者と共に、道にあるうちに早くは返せよ。おそらくは訴うる者、裁き人に渡し、裁き人は下役に渡し、ついに汝は獄に入れられん。まことに汝に告ぐ。一輪も残りなく、償わずば、そこにいずることあたわじ。こりゃ俺にも、もう一度地獄が来るのかな、とふと思う。恐ろしくそこから、ゴーと地鳴りが聞こえるような不安である。私だけであろうか。おい、お金をくれ、いくらある？さあ、四五円はございましょう。使ってもいいか？ええ、少しは残してくださいね。わかってる。九時頃までには帰る。私は妻から財布を受け取って、外へ出る。もう暮れている。霧が薄くかかっている。三鷹駅近くの寿司屋に入った。酒をくれ。なんというだらしない言葉だ。酒をくれ。なんという陳腐なマンネリズムだ。私はこれまでこの言葉を一体何百回何千回繰り返したことであろう。無知な不潔な言葉である。今の時世に苦しいなんて言って酒を食らって、
あっぱれ深刻ぶっていい気になっている青年がもしあったとしたなら、私はそいつをぶん殴る。躊躇せずぶん殴る。けれども今の私はその青年とどこが違うか、同じじゃないか。年を取っているだけになおさら不潔だ、いい気なものだ。私は真面目な顔をして酒を飲む。私はこれまで何千マス、何万マスの酒を飲んだことか。嫌だ嫌だと思いつつ飲んでいる。私は酒が嫌いなのだ。一度だってうまいと思って飲んだことがない。苦いものだ。飲みたくないのだ。よしたいのだ。私は飲酒というものを罪悪であると思っている。悪徳に決まっている。けれども酒は私を助けた。私はそれを忘れていない。私は悪徳の塊であるから、つまり毒を持って毒を制すという形になるのかもしれない。酒は私の発狂を制止してくれた。私の自殺を回避させてくれた。私は酒を飲んで少し自分の思いをごまかしてからでなければ、友人とでもろくに話のできないほど、それほど卑屈な弱者なのだ。少し酔ってきた。寿司屋の女中さんは今年27歳である。一度結婚して別れてここで働いているという。旦那と私を呼んでテーブルに近寄ってきた。真面目な顔をしている。変なことを言うようですけど。と言いかけて帳場の方をひょいと振り向いて覗き、それから声を低めて、旦那のお知り合いの人で私みたいなのをもらってくださるような方ないでしょうか。私は女中さんの顔を見直した。女中さんはにこりともせず、やはり真面目な顔をしている。元からちゃんとした真面目な女中さんだったし、まさか私をからかっているのでもなかろう。さあ、私も真面目に考えないわけにはいかなくなった。ないこともないだろうけど、僕なんかにそんなことを頼んだってしようがないですよ。ええ、でも心安いお客さんみんなに頼んでおこうと思って。変だね。私は少し笑ってしまった。女中さんも片頬を微笑で歪めて、だんだん年取るばかりですしね。私は初めてじゃないのですから、少しおじいさんでも構わないんです。そんないいところなど望んでいませんから。でも僕はここは心当たりないですよ。ええ、そんなに急ぐのでないから心がけておいてくださいまし。私、名刺があるんですけれど、たもとから粗俗さと小さい名刺を出した。裏にここの住所も書いておきましたから、もし適当の方が見つかったら、ご面倒でも、はがきか何かでちょっと教えてくださいまし。本当にご迷惑様です。子供が幾人あっても、私の方は構いませんから、本当に。私は黙って名刺を受け取り、たもとに入れた。探してみますけど、約束はできませんよ。お勘定お願いします。その寿司屋を出て家へ帰る道々、すこぶる変な気持ちであった。現代の風潮の一端を見たと思った。しらじらしいほど真面目な正義である。押すことも引くこともできない。家へ帰り私は再び押しである。黙って妻に幾分軽くなった財布を手渡し、何か言おうとしても言葉が出ない。お茶漬け食べて夕刊を読んだ。汽車が走る。今は山中、今は浜、今は鉄橋を渡るぞと思う間もなく、その道場の歌が哀れに聞こえる。おい、炭は大丈夫かね？なくなるという話だが。大丈夫でしょう。新聞が騒ぐだけですよ。その時はその時でどうにかなりますよ。そうかね、布団を敷いてくれ。今晩は仕事は休みだ。もう酔いが覚めている。酔いが覚めると私はいつも
なかなか寝つかれない性分なのだ。ドサンと大げさに音を立てて寝て、また夕刊を読む。ふっと夕刊いっぱいに無数の卑屈な笑顔が現れ、はっと思う間に消えうせた。みんな卑屈なのかなぁと思う。誰にも自信がないのかなぁと思う。夕刊を投げ出して両方の手で目玉を押しつぶすほどに強くぎゅっと押さえる。しばらくこうしているうちに眠たくなってくるような迷信が私にあるのだ。今朝の水たまりを思い出す。あの水たまりのあるうちは。と思う。無理にも自分にそう思い込ませる。やはり私は筋音楽師だ。無様でも私は私のバイオリンを続けて、そうするより他はないのかもしれぬ。飛車の行方は獅子に任せよ。待つという言葉がいきなり特筆対処で額に光った。何を待つやら私は知らぬ。けれどもこれは尊い言葉だ。推しのカモメはお気をさまよい、そう思いつつ、けれども無言でさまよい続けている。